僕は今埼玉県寄居町の寄居駅というところにいるんですけど、これから秩父鉄道の急行秩父1号という列車に乗って秩父へ行きます。今ではねこういう急行券ってすごく貴重なものですよ。私鉄の急行は無料で乗れるものばかりだし、 JR はもう定期列車で急行というものは走っていませんからね。その急行秩父1号に乗るにはこの210円の急行券が必要になります。でこっちは乗車券ですね。この秩父鉄道はですねスイカなどの IC カードが使えないので、こういうね昔ながらのなんか高価タイプの、ね、乗車券を買うことになります。座席はこのようなボックスシートタイプで、一人で使うには十分な広さです。ちゃんとリクライニング機能もついているので、すごい快適です。そしてこの列車は窓が開くんですよ。こういう窓が開く列車ってすごい楽しいです。この日は結構気温が低くて寒かったんですけど、寒いよりも楽しいが勝ちました。そしてここは埼玉県の有名な観光地長瀞です。僕長瀞は一回も行ったことがないので、ちょっと行ってみたかったんですけど、この日はあまり時間がなかったので先を急ぐことにしました。それで秩父に到着しました。あの急行は結構停車駅が少ないので、普通電車に乗るよりもねだいぶ所要時間が短縮できます。なので、ね、210円の急行券払うだけで、所要時間も短縮できて、あれだけ楽しい思いもできればね、すごく料金に見合ってるなと思いますね。それでは今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。